ヤフーを傘下に持つ Z ホールディングスの臨時の株主総会が開かれ、今年10月に予定しているヤフーと無料通信アプリ LINE の経営統合が承認されました。 Z ホールディングスの臨時株主総会には150人余りの株主が出席しました。川辺社長は経営統合の狙いについて、両社の顧客基盤やサービスを連携すれば世界で勝負することができると強調しました。株主からは統合後の株価や広告事業の効果など質問が出ましたが、統合に必要な手続きなど全ての議案が承認されました。ヤフーと LINE は10月に経営統合する予定で、統合後は Z ホールディングスの傘下にヤフーと LINE が入ることになります。